わさび平小屋の一途小屋外観わさび平小屋は、岐阜県高山市の日田山無役南部にある山小屋。中部山岳国立公園内、高原川の支流の蒲田川の様田谷に沿って、付けられた林道の脇、標高1402メートルに位置する、新穂高温泉から徒歩で1時間ほど、1957年に、 スゴロク小屋の経営者であった小池の力与がスゴロク小屋への荷継ぎのためにわさび平にこの小屋を建設した。2014年より著名な山岳写真家でもある二代目経営者小池千から継いだ三代目小池武彦が経営。わさび平小屋のほか同じ山域にあるスゴロク小屋黒部五郎商社鏡平山層の角山小屋も小池がオーナーを務める。 付近は、ブナの原生林となっている。このブナ林からの湧水を利用した風呂が小屋にあり、宿泊者限定で利用できる。小屋から10分ほど手前に、笠ヶ岳の登山道の笠新道入り口がある。日田山脈狩猟線へは、林道を遡り小池新道からスゴロクゴ方面へ向かう。2005年秋、佐マ田谷から奥丸山へ登る登山道が新設された。これにより、 わさび平小屋を利用して奥丸山から中崎尾根を経由して槍ヶ岳に至るルートが新たにできた。60名。また小屋のすぐ横にテント30丁分のキャンプ指定地がある。北アルプスの大部分が中部山岳国立公園内であるためキャンプ指定地以外のテント設営は禁止されている。売店、食堂、簡易水泉トイレ、洗面所、乾燥室、 無料の給水施設、公衆衛生電話などがある。ありがとうございます。